下腹ぽっこりがものすごく気になるんです。脂肪吸引行こうかなって悩むぐらいお腹が気になるんです。安心してください。今回の肘つきデッドバグは簡単で下腹だけに誰でも効かせるやり方になります。たったの6回ですので、動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで、今まで効きにくかった下腹、ダイエットをしてもどうしても下腹だけへこまない、そういった方におすすめな動画内容になっています。必ず最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下腹をへこますために効果的なデッドバグ腹筋の肘をついたバージョンになります。肘をつくことで下腹だけに確実に効かせることができるんです。実はデッドバグ、手と足の位置によってお腹にかかる負荷、腹筋の上部と下部へのバランスが全く変わってくるんです。ですので、ただデッドバグを見よう見真似で真似しても、実はお腹に効いてなかったり下腹に効いてなかったりするんです。今回は細かくやり方を説明して、確実にフォームを身につけてもらいたいですから、話を聞いてもらいながら体の動きをしっかり理解して、肘つきデッドバグを一緒に頑張っていきましょう。それではやり方を説明します。まずは腹筋により効かせるため、そしてデッドバグのフォームがうまくできるようにするために、お腹を締める練習、腰を丸める練習というのを5秒間だけやっていきます。スマホを持ったままでも OK です。まず肩幅に足をつきます。ここからヒップリフトです。お尻を上げて、お尻に力が入っていることを確認してください。片手でスマホを持ってて OK です。お尻を触ってみてください。このままおへそを押さえていく感じでお腹を引っ込めてください。ぐーっとお腹を引っ込めながら、自然と腰を丸めてってください。お尻が硬くなってない場合、お腹に力が入ってないので、お尻が硬いか触ったままでおへそを自分の顔に向ける感じでお腹をどんどん引っ込めてください。腰が床について、お尻が硬くて、お尻が浮いていればフォームが OK です。この状態で5秒間キープします。いきます。1、2、おへそ上向けて、3、4、5、 OK です。今のが基本的なフォームになります。腰を丸めて、お尻に力が入っていて、お腹がへこませている、これがまず胴体部分のフォームです。次に足をカエル足にするんですけども、寝た状態で足を上げてカエル足にします。このように足を広げます。この時に無理に足をつけとかなくてもいいです。気持ち離して力を抜いた方が腰が床につきやすいです。そして後ろに肘をつきます。肘をついて腰がついていれば OK です。もしついていない場合、その場合はお腹に効きませんから、肘を横に広げていってください。肘を横に広げていくと体が少し低くなりますから、それで腰がついた状態を見つけてください。腰がついた状態が見つかれば、これで足を少し遠くに持っていって、腰が浮かないように、胴体部分はさっきのフォームです。おへそを引っ込める感じ、腰を丸めとく感じです。これでキープです。肘が狭い状態で腰がつく場合は、片手でスマホを見ながらでもいいです。もし肘広げないと腰がつかない場合は、スタートの時はスマホを置いてください。今回はこれを6回行っていくんですが、上級者は6回、1回あたり10秒間息を吐きます。正式には9秒息吐いて1秒ですっていうことを繰り返していきます。上級者は60秒間同じ姿勢でキープでもいいです。中級者、初級者の方は息がなくなったら1回バタンと倒れていいです。ですが、息を吸ってまたすぐ起き上がってキープしてください。ちょっと一回やってみます。この状態で息を吸って吐き続ける、ふーっと吐き続けて、上級者は9秒、初級者は途中で降りてもいいです。バタンと降りる、息吸う、また起きる、息を吐き続けるっていうことを一緒にやってください。
上級者はこのままで9秒吐く、吸って、また吐くっていうことをやっていきます。これのポイントとしては、できるだけおへそをへこませて、お尻に力を入れて、腰が床から離れない、ちゃんと腰を床につけとくっていうことがポイントになります。それに加えて、足の位置で手前なら楽、奥ならきつい、調節してください。それでは6回60秒行っていきましょう。まずフォームを作ります。腰をつけて、足を前に出して、足は力を抜く、腰がつく位置まで肘を広げていく、肘がついたらそこでキープ。それではいきます。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ステイ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、お腹どんどん引っ込めて、頑張ってキープです。辛い方は1回ずつ降りて OK、 できる方はキープ、頑張って。残り半分、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと2回、1、2、頑張って。お腹をどんどんへこませて、プルプルしてれば効いてます。ラスト、お腹どんどんへこまして、腰が浮かないようにキープ、あと少し、よし、 OK。 お疲れ様でした。肘をついたデッドバグ、とても簡単に下腹だけに効いてると思います。これをプラスアルファ上半身を浮かした場合、肘をつけなかった場合っていうのは、やはり体の位置によって効きが全然変わってくるので、下腹に効かなかったりします。今回は上体キープで下半身だけを浮かせて、下腹だけに効いてると思います。お腹が気になる方、ぜひこれをね、続けてみてください。お腹が引っ込むポイントとしては、骨盤の中立な位置に持っていけれる腹筋があるかどうかということになります。腹筋がある人の方が、できるだけ骨盤が立てられているので、お腹がへこみやすくて正しい姿勢をキープできます。ですので、足が気になる、お尻が気になる、下腹が気になる、そういった方は大体腹筋が弱いって方になります。ですので、しっかり下腹の腹筋、上体を起こす腹筋っていうのは、あんまり骨盤を立てることにはつながらないんで、下半身を動かす腹筋で骨盤をしっかり立てるっていうことをしてみてください。そうするだけで下腹ポッコリが落ち着いて、体のラインが良くなるので、代謝が上がって痩せやすくもなります。ぜひ動画を見ながら何度もやってください。頑張ってみた方、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、今回の動画がね、面白かったよとかね、お腹に効いたよって方は、ぜひぜひシェアお願いします。そして友人、上司、後輩、部下、みんなにね、このタートルフィットネスを広げてください。ご協力をよろしくお願いいたします。これからも有益な情報を配信していきますので、一緒に頑張っていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。